ここまでのアラン・ウェイク、妻のアリスが誘拐された。アラン、どうか助けて。アリス、女房に会いたきゃ俺の指示に従え。エージェントのバリー以外には話せない。アリスはどうなる。けどな、親友としてお前が心配なんだ。身代金は俺が書いたというホラー小説、書かれたことが現実になる原稿だ。書かれた通りのことが手元にはまだ数ページしかなく、原稿を全部よこせ。締め切りは2日後に迫っていた。原稿を見つけたわ。いい子ね。一体何だってローズが原稿を持ってるんだ。さあね、使える子じゃないか。もっと優しくしろよな。それよりいろいろ面白いことが分かってきたぜ。はい。ウェイクさん、保安官のブレーカーですが、 FBI のナイチンゲール捜査官が見えてます。 FBI？ ええ、ぜひお話を伺いたいそうです。わかりました、すぐ行きます。さっさと済ませよう。何でしょう。ここの管理をしてるランドルフですが。ローズを探してるんです、ダイナーのウェイトレスの。ローズね、ええ、いい子ですよ。で、あんたは。アラン・ウェイクです。ああ、作家の、ラジオで聞きましたよ。じゃあ、ご案内しましょう。ローズはいい子ですよ、家賃の滞納もないしね。だからな、アラン、地元の古い新聞で、どうも、妙な記事がごっそり見つかったんだ。この町はおかしいぜ、失踪やら、死体やら、オカルト話が。あいつが喋ってるから。しかもだ、喋れない。そのほとんどがあの湖周辺で生きているんだぜ。そうか、確かにね、昔あそこは黄泉の国への入り口って呼ばれてたらしい。そうなんだ、まあ、くだらん迷信ですがね。まあということでね、どうもグリズンです。今回も、アラン・ウェイクをね、実況していきたいと思います。ところがいくら調べてもそいつの著作は一冊も見つからないんだ。ダイビングマニアのやつにちなんで、その島もダイバー島って呼ばれてた。ダイバー島。1970年に湖底火山が噴火して、全員も島も沈んじまったんだ。なるほど。そうなるとだいぶ前ですよね。1970って、もう何十年も経ってるんですね。島が沈んでから。ああ、びっくりしましたよ。朝見たらそこにあったんです。天から降ってきたみたいにね。竜巻でもあるまいし、トレーラーが潰されなくてよかった。いやそれにしたらそこまでなんかびっくりしてないよね。だってありえないでしょ普通。こんなのなんかないかな。ないね。ああ、こっちです、案内しますよ。なんかこの人あれですね、ランドルフ？足悪いんですかね。なんか引きずってますけど。ランドルフってあれですね。ちょうどその前の週にバーバラジャガーって。よく喋るなこいつも。全員の恋人だぜ。まあ、ジャガーはここらの伝説でね。暗闇に潜む引っ掛け女だ。引っ掛け女。騙しですよ。あ、引っかき女ね。極めつけは記事を書いたのが全部シンシアウィーバーなんだ。お前が会ったあの行っちゃってるおばさんだよ。ほう。ランプおばさん、変わり者だが危ない人じゃありませんよ。とにかくジャガーと全員両方の知り合いだったが、なんでここにいるの。二人の仕事。あ、ここは関係ないと。カラスがいたから追い払ったのね。行っちゃってたおばさんはね。ああ、ここがローズのトレーラーです。あのランプのおばちゃん。ちなみに何の用で？おしゃべりしに来ただけさ。もう行くの？行っちゃっていいのかな？そう、あのランプおばちゃんね、もっと詳しくいろいろ聞きたいですよね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いや怖いって。さん、来てくれてありがとう。原稿はどこだい。ああ、ええ、
うぞ入って。おお、こりゃうまい。ローズ。はい。原稿はすぐに必要なんだ。ええ、もちろん。あなたにはミューズが必要だわ。おい、マリス、原稿なんて嘘だぞ。あら、なんだかこりゃ。マリ。薬か。これはどうなるんだ。来るぞ、バーバラになりすまして。もう止められない、明かりをつけるんだ。この声は会いに来たわ、あなたと素敵な奥さんに。最後まで書くのよ、ぜひともね。明かりをつけるんだ。この声はあれですよね、一番最初に助けてくれた。仕事の時間よ。これはローズの部屋かな。ひどい吐き気を覚えたが、怒りだけが俺を動かしていた。うわあ、すごいね。え、何？次第に夢と現実の区別がつかなくなってきた。だが俺には優秀な編集者がついている。喪服姿の彼女を俺はバーバラ・ジャガーと呼んでいる。彼女はひどく手厳しい。書けば書くほど日増しに修正が増え、今ではもう俺と彼女のどちらが書いているのかわからないほどだ。気に入らないが仕方ない。彼女は常に正しいのだ。書くことでアリスを救えるとジャガーは言った。彼女の言うことを聞いていれば間違いないはずだ。彼女は以前も同様の仕事をしているのだから。トーマス・ゼインという作家だ。俺の物語は次第にジャンルが変わってきた。ホラー小説だ。あと少し、結末は近い。ホラー小説？勘弁してよ。アランの写真がすごいいっぱい貼ってあるね。え、これすごいあれだね、本物っぽくない？すごい本物っぽいね。ローズのせいで丸一日が奪われ、約束まで12時間を切っていた。あいつぶっ倒れてるよ。今ただバリーを車に乗せ、次の手を考えるほかなかった。バリーは意識がなく、とても運べそうになかった。あ、ローズだろう。やっぱり俺っていい男だよな。いらっしゃいませ。ご注文は？ダメだこりゃ。コーヒー。ローズへの怒りはなかった。彼女も何者かに利用されたのだ。銃とフラッシュライトが消えていた。原稿。急いでバリーを車に乗せなくてはならない。そういえばしばらく読んでないね。ちょっと読んでみますか。こっち読んでないね。あ、読んでるか全部。あ、読んで、いっぱい読んでないね。こういっぱいあるわ。ちょっと読みますか。じゃあ怯えながら角を曲がったその時、ライトの光にひときわ明るく何かが浮かび上がった。無造作に書かれた松明の印だ。裏に回ると岩陰に金属製の箱が隠されていた。中にはバッテリーや発煙筒、弾薬が入っていた。夜の闇を生き抜くための必需品だ。この状況を知る誰かが隠しておいたのだ。暗闇に対する恐怖についてアリスは幾度となく俺に説明しようとした。彼女にとって闇とは単なる光の不在ではなかった。それは明確な意思を持って危害を加えてくる攻撃的な実態であり、全てを異質なものに変えてしまう。闇に包まれると何もかもが危険で邪悪な存在に変わるのだと俺には理解できなかった。今この時まではその夜はまさに一難去ってまた一難だった。すでに体力は限界に達し、フラッシュライトすら重く感じた。引き金を引くたび
衝撃で腕が痛む。それでもようやく森を抜けたと思った瞬間、チェーンソーの音が鳴り響いた。あ、これ前回のお話ですよね。僕がプレイした。これはやっぱあれなんですね。あのちゃんとね、まめに読んどいた方が良さそうですよね。何かのヒントになるから。まあ、こっちはね、エピソード2のやつは読んでも多分しょうがないんですよね、今。ローズはランドルフ氏のお気に入りだった。どんなに辛い目にあっても笑顔を絶やさないいい子だ。彼女が自宅で何をしようと構わないが、あの見慣れぬ客人たち、例の小説家と偉そうな相棒はいかにも怪しかった。連中が閉じこもってからもう数時間が経つ。ランドルフ氏はついに電話へ手を伸ばし、保安官事務所に通報した。うん。時間がなかった。時間がなかった。あ、とりあえず車に向かえばいいの。バリューはいいのかな。ライトとか銃もないけど、こっちはいけないのか。あ、ラジオがある。あれ、明日からやるのか。今ちょっと外で新鮮な空気を吸ってきたんですが、空模様がだいぶ怪しくなってきましたね。こんな夜はこうして皆さんとおしゃべりできるのがつくづくありがたい。うちにいたって到底眠れそうにありませんからね。暗いことばかり考えてしまったり、悪夢にうなされたり。皆さんはいかがです？少しでも安らかな夜を過ごせるようお手伝いできるといいんですが。こちら KBF FM、 お名前は？いや、ウォルト・スナイダーだ。こんばんは、ウォルト。俺も眠れなくてね。さっきからずっと窓の外を見てるんだが、どうも訳が分からなくて。酔ってるわけじゃない。ただ何かお悩みのようですね。なんか友達に電話するみたいな感じになってるよね。ダニー。そのねえ、聞いてますよ。そうか。そのダニーは親友でよ。俺はさっき捕食されて、今一人で外を見ながら待ってるんだ。今夜はなんか妙なんだよ。私もついさっき空を見上げて同じことを思ってましたよ。でも何を待ってるんです？わからん。でも何かが起きそうで。いや、でももう切るよ。いや、ちょっと待って。じゃあどうも。あまり思い詰めないでくださいね。では皆さん、ここで少し音楽です。はい、本当はね、ここで多分本当に音楽は流れるんですけど、BGM をねオフにしてるんで、流れません。今夜どうも妙だという話ですが、アランの身にはね、この島に来てからもずっと妙なことが起きっぱなしですけどね。え、誰あの人。あんた何をやらかした。 あの足引きずってるおっちゃんか。あの子に何をしやがった。あの子、俺はナイチンゲール、 FBI だ。ナイチンゲール。両手を挙げろ。貴様を逮捕する。すごい名前だな。一歩でも動いたら容赦なく撃つからな。そこを動くなよ。今度 FBI に狙われてんの。おい、あんた、俺が見えなかったのかよ。殺す気満々だったよね、今。バリーを置いていくのは気が引けたが、誘拐犯との約束の時刻が迫っていた。あ、やばい。あ、逃げなきゃいけないのね。
とりあえずダッシュでしょ、これは。だいぶ距離は、今犬の鳴き声が聞こえた。あ、おっと、あ、やばいやばい、来た来た。逃げるな、容疑者を発見。やべえ、発見された。おお、奴はここを突破する気だ。おお、撃たれた、やばいぞ。いや、もうくそ、走れない、クタクタで。おお、ちょっとちょっと、これどこ、どこに行けばいいんだ。え、こっち。やべ、もうほんとアラン体力ないな、めっちゃハーハー言ってる。あれ、なんか見えるね。あれは、あ、原稿っぽいね。え、ちょっと読みましょうかね。おっと、間違えた。長い間バーバラ・ジャガーの顔をまとった闇の存在は湖の深淵でひっそりとまどろんでいた。かつて詩人の想像力に呼び起こされ、束の間圧倒的な力と自由を欲しいままにしたあの夜を回想しながら、詩人には再び深い眠りにつかされたが、今度はロックスターたちに揺り起こされ、フェリーに乗った小説家の存在を感じた今、それは目を開いた。ふん、いや、よくわかんないな。まあ、とりあえずじゃあ行きましょう。わあ、なんか嫌な感じだな、この霧。これ出てくる系じゃないの？え、なんだこれ。マジか。え？何？とりあえず光のあるところに。あ、ちょっと待って、無線なんか喋ってたよね。あ、これ保安官だね。アウト。西。武装してませんよ。何も持ってないもん。あ、なんかあるね、あそこ。光ってる。逆方向だけど。原稿？あ、だいぶ飛ぶね、これ。その見知らぬ女がいつの間に部屋に入り込んだのか、ローズはいぶかった。異様な女だった。作り笑顔のような表情でローズの頬を指でなぞり、可愛いことささやく。眠りに落ちるような感覚に襲われ、立ちすくむローズの耳に。女は氷のように冷たい闇の言葉を吹き込んだ。ああ、これでローズがおかしくなっちゃったんだね。暗っ。あ、もうこれ以上いけないと。まあでも武器とライトがまだ手に入らない、イコール敵も出てこないっていうことですよね、きっと。え？あれはなんだ？ FBI か。FBI か。